竹内慎二君公明党の竹内慎二です冒頭ですね東日本大震災の発災から明日11日で丸9年を迎えます改めて犠牲となられた方々に哀悼の意を表しますとと,ともに被災された皆様に心からお見舞いを申し上げますそして引き続き被災者に寄り添って復興に取り組むことをお誓い申し上げて質問に移らさせていただきますはじめに新型コロナウイルスの感染対策です この感染拡大による影響は、国民生活のさまざまな面におよび、企業の経済活動に深刻な今、ダメージを与えています。政府は先月13日にまとめた緊急対応策第1弾で、企業向けの対策としては、5000億円の緊急貸付補償額を確保いたしました、雇用調整助成金の要件緩和も打ち出しております。その後も経済産業省として、さまざまな支援策を講じられていることがご承知しております。 しかしですね、学校の休校、それから人の移動が減った、イベントやスポーツ、感染も自粛されている、まあ、そういう中で、売り上げ急減にあえぐ中小企業、小規模事業者の方々、特にわが党もこれまでの委員会等で質問しておりますが、フリーランス、自営業者への方々のさら、まあ、なる支援、こういうものが必要なことは、もう火を見るよりも明らかな状況であることは間違いないと思います。 そこで、午前中の大谷の質問にもありましたけれども、株価が下落し、円高も進行しております。政府は本日、第2弾の緊急対応策を打ち出すということを聞いておりますが、国難ともいえるこの事態を乗り切るために、機動的で柔軟なさらなる政策対応というものが望まれていると思います。そこででで企業経営の経営も経験も終わりである梶山大臣にですねフリーランスを含む 中小企業小規模事業者に向けた追加の支援策の必要性について、ご見解をお聞きしたいと思います梶山国務大臣あの。今、委員からありましたように、全国で1050か所相談窓口を開いておりますが、小規模の事業者、特に店舗等の経営をしている方々から、事業資金の資金繰りについての相談が非常に増えております。 ま日々の売り上げまた月々の売り上げで資金繰りをするまた仕入れをするというようなところがかなりあると思いますのでまあ、そういった方々に手を差し伸べられるような支援策ということでずっと知恵を出し続けてまいりましたそして第一次ではセーフティーネット保証4555そしてセーフティーネット融資ということでやりましたけれども今日本日第二次の 緊急対応ということで、発表させていただく予定でありますけれども、あの日本金融政策金融広校において、特別貸付制度を創設をする、そしてフリーランスを含む個人事業主、売り上げが急減した個人事業主を含む中小・小規模事業者に対して実質無、実質無利子、無担保の融資を行う、そしてこれら第1弾の緊急対応策で講じた5000億円規模の資金繰りに 支援についても遡って適用するなどの強力な資金繰り支援を含む必要な対策をしっかりと盛り込んでいきたいと思っておりますフリーランスについて言及がありましたフリーランスも様々な職種で様々な業種にわたっているということでどんなことができるかということで検討を深めているところでありますので私の口からはまだ申うませんけれども、まあ、しっかりと検討しているということでご理解をいただきたいと思います竹内君 今ありましたように、ぜひともです、ね、フリーランス、自営業者の方々を含めて、やはりあの強力な支援策を打つというように政府も明言しておりますので、現場の方々が本当にこれで少しあの不安が解消されるというようなお気持ちになれるような支援策をぜひとも講じていただきたいと思います。それからもう1点です、ね、コロナ関係について聞きますと、やはり当初から大変だったのが、やはり観光業界なんですね。 中国からの団体ツアーキャンセル、相次ぎました。で、本年2月25日には、今でも動いてますけれども、愛知県の蒲郡市の旅館、初の経営破綻に追い込まれたというニュースも記憶に新しいところです。で、今でももう、旅館などではですね、やはり3月中にもう廃業せざるを得ないというような方々もいらっしゃるわけですね。で、えー、この団体ツアーのキャンセルに加えて、政府がまあ国民に対しても不要不急の外出は控えるようにというふうに言ってる関係からですね、 今度は小売りサービス業、とりわけ、そういう、先ほど言ったような旅館業をはじめとした観光業界もさらに打撃を受けていると、でえー、先日です、ね、我が党の新型コロナウイルス感染症対策本部においても、えー、全国の旅,旅行、ホテル、旅館等の各団体の皆様から、えー、お話を伺いましたけれども、もう中国ツアーの団体客、ほとんどもうゼロなわけですねで。しかもそこに予約ががどどんどん,どん,どんキャンセルが 行行われているとで修学旅行も延期だとで延期っていってもどうなるか分からないんですね、延期した時期が結局、えー、トップシーズンなんかに重なるとです、ね、事実上、吸収できるのかという問題もあると、そういう悲痛な声が出ておりました、えー、そこで、えー、こうした売り上げが特に大きく減少した、えー、業界に対して、まあ、経産省としてはどういった支援をさらにしていくのか、またです、ねえー、この旅行とか、えー、こういうホテル関係ですね、えー、この ある程度、まあ、事態収束っても簡単ではないと思うんですけれども、ある程度のメドが立った時点では、やはり国土交通省と連携をして、大規模なこの旅行需要の喚起策であるとか、地方の消費喚起策、これ、いち早く準備もしておいて、ですね講じていくべきではないかと思うんですけれどいかがでしょうか中野経済産業大臣政務官。竹内委員のご質問にお答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の広がりを受けまして、まさに先ほど委員がご指摘されましたように、あの旅行の関係でございますとか、あるいはさまざまな訪日,日客だけでなく、日本人の観光需要も含め、減少しているという報告を受けておるところでございます。で各地域で旅館やホテルをはじめ、経営が大変に厳しい、まあ、こういう状況は我々も十分にあの承知をしております。 こうした状況を踏まえまして、まずインバウンド観光の関係者からさまざ、あ、まな相談をいただいておりますけれども、まあ、まずは特にニーズの強い対策ということで、先ほど大臣からもお話しございましたとおり、中小企業の資金繰り対策ということを今やらせていただいております。あの第1弾ののの緊急対応策にににおきままししてててはは億規模融融資保枠これに加えまして3月6日には改めて政府系の金融機関 等に対しまして、事業者の資金繰りに全力を挙げて、最大限のスピードで万全の対応を行うこと等につきまして、要請を行ったところでございますし、また先ほどありました本日を決定いたします、第2弾の緊急対応策というところで、資金繰り対策を一層、充実をさせていきたい、このように考えております。 でその上で、委員からご指摘がございました、あの国交省等とも連携し、大規模な需要喚起策ということで、ご指摘がございました、えー、引き続き、まずはあの感染拡大の防止に全力を掲げるということがまず大事でございますけれども、観光関連でお困りの事業者の皆様に耳を傾け、観光需要を喚起をしていく取り組み、これを講じていくことが必要でございます。 あのこうした観点から国交省を含む関係省庁と連携をいたしまして必要な取り組みをしっかり検討してまいりたいとこのように考えております竹内君、えー、ありがとうございますぜひよろしくお願いいたします、えー、次にですね、えー、高齢運転者の事故防止についてお伺いいたしますあの最新の安全装置がついているサポカーの普及加速に向けて、えー、申請されたこのサポーカー補助金というのがありますけれどもその申請受付が、えー、昨日9日から始まっております 令和元年度補正予算で総額1139億円が措置されていますけれども、こうした予算については、公明党としてもこれまで強く要望してまいりました。対象者、令和元年度中に満65歳以上の方になります。歩行者を検知して自動的に作動する、歩行者の衝突被害軽減ブレーキ、それと、あとブレーキと間違ってアクセルを踏んでしまったときに対処する、ペダル踏み間違い、急発進抑制装置、 この2つをついている新車を買った場合には普通車で10万円それから軽自動車で7万円が補助されるものでありますそれでこのただですねこの予算がなくなり次第終了ではなくて一定の期間の申請分を受け付けてほしいとかですねあるいは退職金での買い替えを考えている方々からはやはり対象年齢をもう少し下げてもらえなかったのかという声も出ております。そこで えー、なんとかこの補助金についてです、ね、対象年齢を引き下げて、えー、予算額に達したら終わりではなくてニーズを踏まえた支援継続というものも、えー、していくべきではないかと考えます。またです、ねえー、この新車の生産について言えば、えー、サポーカーの中でも S そして最もその S の中でもハイスペックで、えー、車線逸脱警報などがついたいわゆるワイドの仕様というものを、えー、メーカーに義務付けることも、えー、検討していただきたいと思います。えー、高齢者の この運転者の事故防止に向けたこれらの点について、経産省、国土交通省、それぞれ見解をお願いいたします経済産業省大臣官房、議官お答え申し上げます。 サポカー補助金でございますけれども、えー、高齢運転者の交通安全対策としましてサポカーの市場への導入を加速化することを目的としまして、えー、次元的かつ特例的な措置として令和元年度の補正予算でお認めいただいたものという状況でございます議、えー、員御指摘のとおり対象年齢につきましては、まあ、75歳以上の高齢運転者は75歳未満と比べ一部事故が多いと いうことそれから、えー、65歳以上の運転者の、えー、車の平均保有年数が10年、えー、であるということを踏まえまして、えー、75歳時点で安全な車に乗っていただけるよう、えー、対象年齢の下限を65歳としているという状況でございます、えー。対象年齢の拡大や予算終了後の継続について、現時点では、えー、想定をしておりませんけれども、えー、サポカー補助金の執行状況、それからサポカーの普及率、 さらに高齢運転者による交通事故の状況、さらに安全運転支援装置に係る制度的措置や技術的な動向、こういったものを含めまして、このような状況を踏まえまして、今後のサポカー普及に向けた政策の在り方を検討しつつ、必要な施策を講じてまいりたいというふうに考えてお国土交通省江坂自動車局次長。 サポーカーエスワイドの使用義務付けについて検討すべきというご質問についてお答えいたします。国土交通省では、高齢運転者などによります痛ましい交通事故を防止するため、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術を搭載した安全運転サポート車の普及促進を行っております。昨年、国土交通省に対して行われました国内乗用車メーカー8社の今後の技術活動,術活動向に関する報告によりますと、 本年度の新車の乗用車販売に占めるサポカー S ワイドの割合は約8割となる見込みでございまして、今後、さらに各社におけるサポカー S ワイド搭載技術の標準装備化を進めることにより、一層の普及促進を図ることとしております。また、国土交通省では、昨年6月の関係閣僚会議におきまして取りまとめられました、密集各地とおよび高齢運転者の交通安全緊急対策を受けまして、 車両および歩行者を検知して自動でブレーキを作動させます衝突被害軽減ブレーキを世界に先駆け,けて令和3年11月から段階的に新車の乗用車などに義務付けることとしております、まあ、さらに衝突被害軽減ブレーキ以外の先進安全技術に関する義務付けにつきましては国際的な動向や事故削減効果などを踏まえながら引き続き検討してまいります 国土交通省といたしましては、以上の取り組みを通じまして、サポカー S ワイドに該当する安全,運転サポ安全運転サポーターの普及促進を図ってまいります竹内君、えー。ぜひよろしくお願いいたします。えー、関連して、えー、小型モビリティの普及についてお伺いいたします。えー、高齢者になったから運転免許を変変しせよと まあ、そういう流れもあるわけですけれどもその今日まで発生してしまった痛ましい事故というものを考えると一定の理解はできるもののその一方でやはり地方の高齢者の方々の、えー、移動手段足はどうなるのかと、まあ、そういう懸念が拭えません、まあ、そこで、えー、電動車椅子や電動アシスト自転車あるいは超小型 EV などこの小型モビリティをもっと増やしていくべきではないかと、えー、また今あのサンドボックスの制度の下では まあ四輪なんですけれども四輪で安定している電動キックボードというものの安全性等も今検証されているところと聞いておりますそこでこの電動キックボードも安価で安心なものとなれば高齢者の近場の移動手段となり得ると期待をしているところですまあこうした小型モビリティ普及促進への購入支援をはじめとした移動手段の確保について見解をお伺いいたします経済産業省春日原審議官お答え申し上げます 委員ご指摘のとおり、高齢者を中心としまして、交通安全と生活に必要な移動手段を確保する観点から、超小型の EV、それから電動車いすなどの多様なモビリティへの期待が高まっていると承知しております。経済産業省では、昨年8月に有識者による多様なモビリティ普及推進会議を設置いたしまして、これらの多様なモビリティの普及に向けた課題を検討してまいりました。 昨年12月の取りまとめの中では価格低減や認知度向上などの必要性が指摘をされているところでございます。このような課題に対応すべく平成元年度補正予算におきまして超小型 EV の購入補助や電動車いすを商業施設でシェアリングする実証事業 それから電動アシスト自転車の高齢者向けの貸し出し事業を行うこととしておるところでございます。また現行法で、電動機付き自転車に分類される電動キックボードにつきましては、ご指摘のとおり、規制のサンドボックス制度を活用して、規制改革に向けた実証実験が行われているところでございます。こうした取り組みを通じまして、多様なモビリティの普及に向けて、関係省庁とも連携をして、 しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。あ申し訳ございません。先ほど、えー、令和元年度と申しましあの平成、えー、あ,あ令和元年度でございます。はい失礼いたします。し竹内君。えー 最後にです、ね、蓄電池の普及についてお伺いしますが、1問、ですねあの高止まりの要因についてちょっと質問飛ばしたいと思いますけれども、えー、家庭用の蓄電池、これ、普及させるために、ですねややまだ価格が高いんです、なかなか,なか広まらない、まあ、そこで、えー、この今、折しもですね家庭用の太陽光発電については、固定価格で買い取るフィット制度による買い取り期間が終了した、いわゆるソツフィットと呼ばれる設備が、ですね昨年の11月より増えてきていると。 ででこのソツフィットというのは、もうこの投資回収を、えー、終えていることを考えるとです、ねえー、災害による停電時に、やはりこの蓄電池を、じゃあ、追加してつけようというニーズってあると思うんですね、ですから、この蓄電池を家庭に普及させる、その大きなチャンスが今、来ていると考えていいと思うんです。そこでこでののの電力の分散化ととかか、ね、災害の備えという観点から また再生可能エネルギーの普及という観点から、この一般家庭の蓄電池の普及を加速していく支援策、なんとか講じていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか中野経済産業大臣政務官先ほど委員ご指摘ございました、いわゆる疎通フィットの太陽光発電を活用しました、自家消費の促進やレジリエンスの強化の観点から、 家庭用蓄電池の普及促進は大変重要であるというふうに認識をしております他方で国内の市場規模が小さく量産化が進まないあるいは流通コストが高いでそして国内市場の競争が進まないなどの理由で家庭用蓄電池が高額になっているとの課題もあると承知をしておりますこのため経済産業省では一つは市場の拡大に向けまして省エネに加え再エネや蓄電池の導入による住宅のネットゼロエネルギー化を目指した絶地の実証事業 あるいは IoT 技術による蓄電池を含むエネルギーリソースの制御を通じた効率的な需給調整を目指したバーチャルパワープラントの実証事業こうしたものを実施をしこれを通じて家庭用蓄電池の導入を促進をしております加えまして流通コストの低減を目指しまして実証事業におきましては年度ごとの目標価格を設定し目標価格を下回った場合にのみ蓄電池の導入を補助する価格低減スキームの導入や メーカー等が直接消費者に蓄電池のリース等を行い流通を簡素化させる 第三者所有モデルの導入の検討も行ってございます。またメーカー間の競争を促進をするため、蓄電池の導入に必要となる系統連携協議の短縮化に必要な型式認証の方法を改正することによりまして、蓄電蓄電池導入に必要な手続きを円滑化することで海外製品の参入を促すこういう取り組みも進めているところでございます。こうした取り組みを通じ引き続き家庭用蓄電池の普及拡大を図り、太陽光家庭用太陽光発電の の自家消費やレジリエンスの向上を進めてままいります竹内君じゃあ手短に質問しますけれども、今、答弁にあった絶地なんですけれども、これあの、ZEH で構成された戸建て,建て住宅がです、ね、住宅団地を手掛けるこの絶地ビルダーに対して、まあこの何らかのインセンティブがあれば、もっと進むのになと思うんですね。そこで 自社が受注する住宅において、絶地が占める割合を高めるとともに、まあ、自ら高い目標を掲げていくようなこの支援策もです、ね、検討すべきだと思うんですけど、あのいかかがでしょうか資源エネルギー庁、松山省エネルギー・新エネルギー部長。 お答え申し上げます。あの,の普及に向けましては、昨年、えー、7月に閣議決定しました第5次エネルギー基本計画の中で、えー、2020年度までに、えー、注文、小建て住宅の半数以上で絶地を目指すということを定めてございます。まあ、これに必要なあ機材の導入に対する予算補助を設けてございます。委員ご指摘のように、これに対しては、絶地のビルダーさんの方々が積極的に取り組んでいただくことが大変重要だというふうに考えてございまして、この補助制度を活用する要件といたしまして、利用される事業者の方 方々に2020年度までに提供する住宅の半数以上を絶地化するということを宣言していただくでその上で絶地の建築実績の多い事業者により多くの枠を付与するということを通じまして絶地、えー、のビルダーの皆様方が積極的に取り組む方々がより取り組みやすくなるような仕組みを導入しているところであり引き続き絶地の普及に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えてございます竹内君終わります